私の権限でここに入り殺すことに成功した。何が起きているのだ。どうして殺されなきゃいけないの。バカな、リツさんなら殺したはずだぞ。どうして僕を傷つけるんだ。やっと悪魔を封印できた。まさか死後に覚醒する力が存在するとは。崩壊獣のみならず機械と他の生命をも操れる力があるとは。箱で意識を隔離できたが、リツ社の意識は死んだわけではない。これだけ多くの人々の死を招いたんだ。長い長い月日の中でその罪を悔い改めるといい。僕は箱に封印された。箱の中で外のこと、時間の流れもわからないまま憎しみだけが増していった。そうやって僕は何千年何万年と暗闇の中にいた。それからある日、一人の巫女が箱を開けた。僕はあの巫女の心に僕と同じ憎しみを見つけた。そう、僕は復讐の道具を見つけたのだ。最後の部分が封印されている。あの扉を開ければ本当の自分を。でも、もし僕が本当に。案ずるな、非玉丸。わらわは汝を信じておる。それに間に言った通り、何かあればわらわが汝を止める。うん、桜ね、ありがとう。過去のことはもう終わったこと。僕にはもうこの復讐のための力は必要ない。桜ね、この力を桜ねの役に立ててくれ。何時に敗れてわらわの力はちりぢりに散って体もあのようになってしまった。じゃが何時の愚かさのおかげで元に戻ったわ。愚か、わらわは最初から何時であると分かっていたぞ。じゃが非玉丸から何時であっても善良な一面があると分かったのでな。非玉丸よ、復讐はやめたらどうじゃ。復讐を諦めて善良なものになるのもいいかもしれぬがな。ああ八重桜、昔はよくもわらわを痛めつけてくれたな。約束を果たさねばならぬようじゃ。おった、非玉丸。えへへ、桜ね、ごめん。さっきは操られちゃってて。僕の本心じゃないよ。分かっておる。僕、全部思い出したよ。僕は昔たくさんの人を傷つけた。桜姉にもひどいことをした。500年も前のことじゃ。
もう気にしておらぬ。わらわが今案じるのは消息が知れぬカレンだけじゃ。